アメリカの奴隷制度配信運動家。運動の手段としてアメリカでは初めて反乱を衝動し実行した人物として知られる。ブラウンは19世紀のアメリカ人で最も議論の的になる人物と言われてきた。1859年にブラウンが奴隷にされていたアフリカ系アメリカ人の解放のためにバージニア州ハーパーズフェリーで始めた行動は その呼びかけに応えた奴隷が一人もいなかったとしても国中を侵犯させた。ブラウンはバージニア州に対する反逆罪で裁判にかけられ公主刑に処せられたが後半中のブラウンの挙動は多くのアメリカ人の目に英雄のように映った。南部の者たちはブラウンの反乱が奴隷制度廃止運動という氷山の一角に過ぎず共和党の願望を代表していると主張したが 共和党員からは強く否定された。1859年のハーパーズフェリー襲撃が、その年遅くのアメリカ南北の緊張関係を強め、アメリカ連合国の離脱と南北戦争につながった。ブラウンは、ブリーディングカンザス危機の間に、小さな一軍の志願者を率いた時に注目を集めた。奴隷制を擁護する党派に対して平和的な抵抗を、 首相していた北部の者たちとは異なり、ブラウンは南部の攻撃性に対して暴力的な行動を要求した。規制組織の奴隷制度廃止運動によって奨励されていた平和主義には満足せず、こいつらは靴先だけだ。我々に必要なことは行動だ行動だ。と言ったと言われている。1856年5月、カンザス州の自由の土地と呼ばれた。 ローレンス氏への攻撃に反応して、ブラウンは、その対決姿勢を重んじる信念により、ポタワトミーの虐殺として知られる事件で、南部の奴隷制度用語派5人を殺すことになった。ブラウンの最も有名な行動は1859年の、バージニア州、ハーパーズフェリーにあった、連邦政府の武器庫襲撃であった。この襲撃でブラウンは、武器庫を占拠し、 解放国人一人を含む7名を殺害し、10名以上に負傷させた。ブラウンは武器庫の武器で奴隷たちを武装させるつもりだったが、結局は失敗だった。36時間のうちに、ブラウンの部下達は逃亡するか、土地の農夫、民兵、及びロバート・イリーに指揮された、海兵隊に殺されるか捕まえられた。それに続く、連邦軍によるブラウンの捕獲。 バージニア州に対する反逆罪での後半、公主刑による処刑は16ヶ月後の南北戦争改戦の重要な原因の一つとなった。1859年にブラウンが奴隷の反乱に失敗して死刑が執行された時、北部の諸州では教会の鐘が鳴らされ、長兵が撃たれ、大規模な異例の式が行われた。エマーソンやソローのような有名な作家が 多くの北部人の前で、ブラウンのことを褒めたたえた。ガリソンは平和主義者であったが、ブラウンは暴力に訴えた。歴史家たちはブラウンが海戦のために、大きな役割を演じたことでは一致している。ブルース・オールズのような電気作家はブラウンを狂人と、見ているが、ステファン・ビー・オーツなどは、その時代の最も洞察力のある人間の一人と、みなしている。 デイビッド・エス・レイノルズは、奴隷制を殺し、南北戦争を始めさせ、市民権のためをまいたと喝采し、リチャード・オエン・ボイアーはブラウンが、何百万という、アメリカ人を自由にするために命を捧げた、アメリカ人と強調した。ケン・チャウダーは、ある時点で偉人だが、アメリカのテロリズムの父だとも言った。ブラウンのあだ名は、オサワブラウン、オールドマン・ブラウン、キャプテン・ブラウンを呼び、 カンザスのオールド・ブラウンであった。ブラウンのカナは、ネルソン・ホーキンス、シューベル・モーガン、およびアイザック・スミスであった。後に、ジョン・ブラウンの意外という歌が、南北戦争中の北軍の行進曲になった。ブラウンは1800年5月9日に、コネチカット州トリントンで生まれた。父親、オーエン・ブラウンと、母親、ルス・ミルズの8人の子供のうち4番が目であった。 祖父は、ジョン・ブラウン隊であった。祖父のジョン・ブラウンが、アメリカ独立戦争中のロイヤリスト、ジョン・ブラウンと同一人物と推測されてきた。ロイヤリストのジョン・ブラウンは、牛を盗んだとされている悪名高いクローディアス・スミスと、共に、その牛で、イギリス軍の食糧危機を救った後に、監獄でも共に過ごしたとされている。しかしこのことは、 ブラウン家の血筋と母方のハンフリー家の記録からしてありえない。ブラウン自身は1857年に書いた自叙伝で、父方の祖父も妻の祖父も大陸軍の兵士だったと書いており、祖父のジョン・ブラウンは1776年の春にコネチカット植民地の第18民兵隊、第8中隊の隊員に選ばれたとしている。 祖父のジョン・ブラウンは1776年5月23日にトランブル知事によって任命された。ジョン・ブラウン大尉の中隊はコネチカットを出発してニューヨークの大陸軍に合流したが9月3日に赤里で死んだ。その息子でブラウンの父オーウェン・ブラウンはナメシ川工場を営んでおり厳格なカルバン主義者でもあった。 奴隷制を憎み、息子のブラウンにその仕事のやり方を教えた。1805年、ブラウン家は、オハイオ州ハドソンに移住し、なめし川工場を始めた。父のオーウェンは、オベリン大学を開設当初から支援した。ただし、オーウェンはその学校の、完璧主義者的傾向、特にチャールズ・フィニーや、浅間藩の説教や共同で有名になった者には、批判的であった。 ブラウン家が、この時期長老派教会など、新カルバン主義の反論に影響を受けていたとする、最近の学説は、正しくない。ブラウンは1840年代に、改宗派教会を脱会したし、他の教会に公式に加わることもなかったが、ブラウンと父の応援は生涯、かなり伝統的また保守的な福音、カルバン主義者であった。ブラウンの保守的な宗教観は、 ブラウン家に詳しかったクラレンス・ギー牧師の報告書に詳しく記録され、現在はハドソン図書館及び歴史協会に保存されている。ブラウンは子供の時、後に将軍となり大統領にもなったユリシーズ・グラントの父親、ジェス・アール・グラントと短期間共に生活した。ブラウンは16歳の時に家を離れ、マサチューセッツ州プレーンフィールドに行って予備校に入った。 そのすぐ後で、コネチカット州リッチフィールドの専門学校に転校した。ブラウンは、回収派協会の牧師になりたいと思ったが、金が底をついた上に目に炎症をきたし、専門学校を諦めて、オハイオに戻ることになった。ハドソンでしばらく父親のナメシガワ工場を手伝った後。後義兄邸と共に、町の外で彼自身のナメシガワ工場を開いて、成功した。 1820年、ブラウンはダイアンズ・ラスクと結婚した。13ヶ月後に最初の子供ジョン・ジュニアが生まれた。1825年、ブラウンは家族を連れて、ペンシルベニア州リッチモンドに移住し、そこで200エーカーの土地を購入した。その8分の1の土地を切り開き、小屋、ナヤ及び、ナメシ川工場を建てた。工場は1年で、 従業員15名を雇うまでに成長した。また、牛の飼育や測量でも金を稼いだ。郵便局や学校を建てるときには支援した。この期間、ブラウンは、オハイオ州東部出身の新ルイセ・ストンプソンと共に、牛や比較製品を州を超えた範囲で売りさばく事業を展開した。1831年、息子の一人が死んだ。 ブラウンも病気になって事業がうまくいかなくなり、かなりの借金を背負い込むことになった。1832年の夏、生まれたばかりの息子に続いて、妻のダイアンズが死んだ。1833年6月14日、ブラウンは、ペンシルベニア州、ミードビル出身で16歳のメアリー・アンデーと、結婚した。前の妻との間には7人の子供が生まれていたが、 これに加えて13人の子供が生まれた。1836年、ブラウンは家族と共にオハイオ州フランクリン・ミルズに移住した。そこで金を借りて土地を買い、ゼナス・ケントとの共同でカヤホが川沿いにナメシ川工場を建てて経営した。1839年、経済危機の中でブラウンはまた大きな損失を生じさせた。 この経済危機は1837年の強行よりも西部の諸州には厳しい打撃を与えた。オハイオ州中で重い借金を抱え込む傾向となり、ブラウンのような多くの実業家が新洋菓子や州の基金を当てにしすぎて、その返済に急することになった。財産の損失に関するエピソードで、ブラウンは自分が持っていた土地の新しい所有者の講義にも、 関わらず、明け渡そうとしなかったので、収監されたという。その時代と背景にあった多くの意志ある、者たちと同様に、ブラウンは、借金を返済するために、多くの事業に手を染めた。ナめし川や牛の商売以外にも、馬や羊の飼育を試みたが、このことはブラウンが世に出る前の職業の中でも顕著な、側面となった。 ジョン・ブラウンの最初の写真1846年頃1837年、イライ・ジャピー・ラブ・ジョイの殺人が起きた時に、ブラウンは大衆の前で、ここに、神の御前で、これらの証人の前で、これから、私はこの人生を奴隷制度の破壊のために捧げる。と誓った。ブラウンは1842年9月28日に、連邦裁判所により破産を宣告された。 1843年、子供たちのうち4人が赤痢で死んだ。ルイズ・デカロ・ジュニアが2007年のブラウンの伝記に示しているように、1840年代中頃から、ブラウンは、質の良い羊と羊毛の専門家としての評判が立ち、裕なアクロナイト・サイモン・パーキンス・ジュニアとの共同経営を始め、その牧場と農場をブラウンと息子たちで経営した。 ブラウンと地域の羊羊へとの交際が深まるにつれて農業雑誌でもブラウンの専門性がしばしば取り上げられるようになった。ブラウンは羊と羊毛に関連してその行動範囲が広がっていった。1846年ブラウンとパーキンスはマサチューセッツ州スプリングフィールドで羊毛の取り次ぎ業をはじめニューイングランドのケイト製造者が利益を 独占していたのに対抗し、羊毛生産者の利益を代表しようとした。ブラウンははじめ、素朴に製造者を信用したが、すぐに製造者たちが価格設定を支配しようとしており、納付の力が上がってくることを恐れていると気づいた。事態をさらに悪くしたのは、洋羊屋たちの大半が組織されておらず、市場に出す羊毛の量や質を進んで改善しようとは、 していなかったことである。オハイオ工作者に見られるように、ブラウンたちヨー生産者はこの問題を合衆国の輸出用用ーを損なうこととして、すでに不平を言うようになっていた。ブラウンは、ヨーロッパに本拠を置く製造者と提携することにより、ニューイングランドのケイト製造者に打ち勝とうと最後の試みをしたが、ヨーロッパの製造者も単にアメリカの羊毛をお安く、 買いたいだけだと知って失望してしまった。ブラウンは高値で売るためにヨーロッパに旅した。この出張は大失敗に終わり4万ドルの損失を生じさせ結局パーキンスが負担することになった。パーキンスとブラウンの仲が異業は1849年に終わった。その後で訴訟問題が持ち上がり共同経営者を数年間拘束することになった。 ただし、ブラウンの人生や決断についてこの事業の不幸な崩壊を大げさに言い立てる者もいる。パーキンスが損失の大半を受け持ち、この共同経営はあと数年続くことになったが、ブラウンが1854年までに何とか収支が合うようにした。共同経営を解散した後も二人の友情は続いた。ブラウンは農場経営と羊を飼育することでは、 大きな点分と判断力があったが、事業の管理者ではなかった。パーキンスとブラウンが共に過ごした年月は、ブラウンの広く好まれる専門家としての一面を見させただけでなく、カンザスでのゲリラ活動の前の10年間、オハイオ、ペンシルベニア及びウエストバージニアの経済的に脆弱な農夫のためにブラウンを借り立てて戦わせる。 ことになった弱者に対する熱意を反映することになった。1855年、ニューヨーク州、ノースエルバに、家族で再移住してから間もなく、カンザス巡州にいる成人した息子たちから、知らせが入り、そこの奴隷制度用語派の者たちが、好戦的であり、息子たちの家族が完全に備えのないまま攻撃される、危機にあるとのことだった。 ブラウンは家族を守り奴隷制度擁護派の支持者の進出に対抗することに決め、カンザスへ旅立った。途中で義理の息子を仲間に入れ、いくつかの町に立ち寄っては、資金や武器を集めた。ニューヨークのトリビューに氏が報告しているように、ブラウンは1855年に、ニューヨーク州オールバニで開催された反、奴隷制度会議に参加するために、この都市で立ち寄った。 自由州側のために、暴力的な行動の指示について、会議の場で起きた議論にもかかわらず、数人がブラウンに、財政的な援助を申し出た。しかし、西に向かうにつれて、故郷のオハイオでは、抗戦的な支持を得、強い反奴隷制度派である西部保留地では、講演を受けた。ブラウンと自由州の開拓者たちは、カンザスを自由州の仲間に組み込むことについて、 楽観していた。しかし、1855年遅くから1856年早くにかけて、カンザスを奴隷衆にするために、奴隷制度擁護派のものが進んで法を犯すことも、辞さないでいることが分かってきた。ブラウンは、テロリズム、不正行為さらには、破壊的な攻撃が、当時、ボーダーラフィアンズと呼ばれていた、奴隷制度擁護派の明確な日程に入ることになると、信じた。 1856年の雪が溶けた後で、奴隷制度擁護派は、カンザスを自分たちの側につかせるための活動を始めた。ブラウンは1856年5月21日に、保安官に引きられた一団が新聞局とホテルを破壊した、ローレンスの破壊で特に心を揺り動かされた。一人の男が殺されたが、それはボーダーラフィアンズのものだった。 5月22日に合衆国議会で起こった反、奴隷制派の上院議員、チャールズ・サムナーに対するプレストン・ブルックスの、鞭打ち事件もブラウンの怒りをかき立てた。これらの暴力行為の後に、奴隷制度擁護派の新聞で、賞賛の声が続いた。無資格の主権者の BF ストリングフェローのような記者は、奴隷制度擁護派が、北部の侵略を跳ね返し、 カンザスを奴隷衆にすることに決めた。我々の川は、犠牲者の地で覆われ、奴隷制度派イシュロ論者の死骸が領土内に溢れて、病気の元になるだろうが、我々の目的を阻止させはしないと宣言した。ブラウンは、奴隷制度用語派の暴力にも怒りを覚えたが、反奴隷制度派や自由衆の開拓者の弱く臆病な、反応を見たことによっても怒りを感じ、臆病者、 あるいはそれ以上だと表現した。電気作者のルイズ・デカロ・ジュニアは、ブラウンの最愛の父親応援が1856年5月8日に死に、ジョン・ブラウンとその家族がほとんど同時に、父の死の知らせを受け取ったことを示す所感があることを指摘している。ブラウンがその息子たちや近くにいる、自由州の開拓者たちの快適な生活のために、抱いた真の関心は、特に、 ローレンスの破壊以後、奴隷制度擁護派の全面的な暴力活動を示す予兆が送られているように思えたことだった。ブラウンは近くに宿営しているラフィアンズを調査し、ブラウンの家族が攻撃の標的にされていることを知り、さらにそのラフィアンズと結託し支援している奴隷制度擁護派の隣人に関する信頼に至る情報もつかんだ。奴隷制度擁護派の男たちは、 必ずしも奴隷を所有していないが、ドイル家の者の,の場合は、カンザスに入植する前に奴隷狩りを行っていた。サーモン・ブラウンによれば、ドイル家の者たちが拘束された時、マハラ・ドイルはその夫のいたずらがこの玄関先での攻撃をもたらしたことを認めた。これは、ブラウンの攻撃が、現実の自分たちの生き残りのために行われたことを意味している。ブラウンは、通常、 ローレンスやサムナーの件で報復をしようとし、自由州の者たちが暴力的な仕返しもできるのだということを示して、奴隷制度擁護派を脅そうとしたと考えられている。奴隷制度擁護派のテロリストたちが自由州の者たちをどの程度襲おうとしていたかについてははっきりと意見が分かれている。ジョン・ブラウンとその息子たち、オリバー、オーウェン、サーモン、フレデリック、および ギリの息子のヘンリー・トンプソン、さらに二人の自由州の開拓者たちは危険が迫っているという判断を下した。彼らがこのリスクに対抗するためにカンザスに行ったという者も,もいるが、ブラウン家の者たちは開拓者として入ったのであり、もちろんテロリストの脅威に対するような武装はしていなかった。ジョン・ブラウンは抗戦的な態度でカンザスに入ったが、1855年に書いた。 手紙では当初は自由州側が住民投票で勝てると楽観していたことを示唆している。ブラウンの銃には銃で戦うことと奴隷制度擁護派の心に恐怖を与えるという決断は奴隷制度擁護派のテロリズムという現実によってのみ固められた。ブラウンの家族の安全を守るという考えは最優先であった。ブラウンの行動は 他の自由衆の男たちがブラウンとは共に行動しない、殺人行動に加担しないと選択したことで、せかされることになった。ブラウンの好戦的ではない息子たち、ジョン・ジュニアとジェイソンは、父や兄弟の刀を問いだが、家に残る選択をした。ポタワトミーの殺人1856年5月24日午後10時以降の、ある時点で、ジョン・ブラウンたちは、 奴隷制度擁護派の開拓者5名を、ポタワトミー・クリーク側の小屋から連れ出し、幅広の刀で叩き切った。ブラウンは後に殺人には加わらなかったと主張したが、なんと用途殺人は認めた。ブラウンの息子たちも攻撃の時にいなかったが、ポタワトミーの他の奴隷制度擁護派の者たちに殴られた。ヘンリー・ペートに率いられたミズりリ州の部隊が、 ジョン・ジュニアとジェイソンを捕まえ、ブラウン家の家屋を破壊し、後には、ローレンスの街の破壊に参加した。6月2日、ジョン・ブラウン、その追随者9人及び20名の土地の者たちが、ペートの部隊による攻撃から、パルミラの自由集会宅地をうまく守った。ペートとその部隊22名が、捕虜になった。この捕獲後に、ブラウンの宿営地に連れて行かれ。 ブラウンが見つけた食料を受け取った。ブラウンは、ペートとその部隊を解放する代わりに、ブラウンの二人の息子を解放することを約束させる、協定書にペートを強いて署名させた。ブラウンは、エドウィン・サムナー大佐のもとにペートを解放したが、ブラウンの息子たちの解放が9月まで引き延ばされた、ことを知って起こった。8月。 ジョン・ダブリュー・リード少将指揮下のミズーリ州部隊300名以上がカンザスに入ってきてオサワトミーに向かい自由集会宅地の破壊を目論み続いてトピカとローレンスに降軍した1856年8月30日の朝ミズーリ州部隊はポタワトミーの郊外でブラウンの息子フレデリックと隣人のデイビッド・ガリソンを銃で殺害したブラウンは 数の上で7対1と劣勢であったが、その配下の38名を道路沿いの自然の要害の影に隠れさせた。そこからの攻撃で少なくともリードの部隊員20名を殺害し、40名に傷を負わせた。リードは部隊を再編し、馬を降りて森の中に入るように命じた。ブラウンの部隊は分散してメルダジーン川を越えて逃亡した。 撤退中に一人が殺され、四人が捕まった。ブラウンと残った者たちが近くの森に隠れている間に、ミズーリ州部隊は、オサワトミーを略奪し燃やした。ブラウンは、破れはした者の,の圧倒的な敵に対して、その勇敢さと戦闘における抜け目のなさが、国民の注目を集め、北部の奴隷制度配シュロ社にとっての英雄となり、オサワトミーのブラウンというあだ名もつけられた。 9月7日、ブラウンはローレンスに入り、自由州の指導者と会って、これから攻撃される可能性に対して、防御を固める手伝いをした。少なくとも2700名の水売り州、奴隷制度擁護派が再びカンザスに侵入した。9月14日、ローレンス近くで小競り合いがあった。ブラウンは戦闘の備えをしていたが、新しいカンザスの知事ジョン・ W ・ギアリーが、 戦闘部隊に武器を置いて解散するよう命じ、さらに両軍の戦士たちに、寛大な処置を提案したので、重大な暴力沙汰は避けられた。ブラウンは、この脆い停戦状態を利用して、三人の息子と、共に、カンザスを離れ北部の支持者の元に行って、資金を集めることにした。1859年のジョン・ブラウン1856年11月までに、 ブラウンは資金を募るために東部に戻った。次の2年間、ニューイングランド中を旅して、資金を集めた。著名な、ボストンの商人にニエーモス・アダムズ・ローレンスは大量の、資本を投じた。1857年1月、マサチューセッツ州カンザス委員会の秘書官、フランクリン・サンボーンはブラウンを、ボストン地区の影響力ある、奴隷制度廃止論者に合わせた。この中には、 ウィリアム・ロイド・ガリソン、トマス・ウェントワース・ヒギンソン、セオドア・パーカー、ジョージ・ルーサー・スターンズ、およびサミュエル・グリドリー・ハウがいた。6人の浮遊な奴隷制度廃止論者、サンボーン、ヒギンソン、パーカー、スターンズ、ハウおよびゲリット・スミスが、ブラウンの奴隷制度廃止運動に対して、財政的援助を行うことで合意した。6人は、結果的に、 ハーパーズフェリー襲撃の財政的援助をしたことになり、秘密の6人あるいは6人委員会と言われるようになった。ブラウンは質問なしで6人からの援助を求めたので、どのくらい秘密の6人がブラウンの計画を知っていたかは明らかでない。1858年1月7日、マッサチューセッツ州委員会はアイオワ州ターボルに保管されている。 シャープスジュ200丁と弾薬を差し出した。3月、ブラウンはコネチカット州コリンズビルのチャールズ・ブレアと1000本の槍を契約した。翌月、ブラウンはウースター、スプリングフィールド、ニューヘイブン、シラキュースを呼び、ボストンを回って資金を集めた。ブラウンは多くの約束をもらったが現金は少なかった。3月にニューヨーク滞在中、ヒュー・フォーブスに紹介された。 イギリスの傭兵、フォーブスは1848年のイタリアで、ジュゼッペガリー・バルディと戦った時に、戦闘の戦術を体得していた。ブラウンはフォーブスを雇い、部隊の訓練をし、戦術書を書かせた。二人はその夏ターボルで落ち合う約束をした。ネルソン・ホーキンスという金を用いながら、ブラウンは、北東部を旅し、続いて、家族のいるハドソンに行った。 8月7日にはターボルに到着した。フォーブスは2日後に到着した。それから数週間、二人は南部の奴隷制と戦うためのよく練られた計画を作った。二人は多くの細かな点で口論した。11月、その軍隊がカンザスに向かった。フォーブスはその給与を受け取れず、ブラウンとの確執が続いていたので、 カンザスで冒険をする代わりに東部に戻った。フォーブスは、間もなく、計画を政府に暴くと言って脅してきた。10月の選挙は自由州が勝利する見込みだったので、カンザスは静かであった。ブラウンは舞台をアイオワに戻らせ、バージニアでの計画の断片を伝えた。1858年1月、ブラウンは舞台をアイオワ州、スプリングデールに残し、 ニューヨーク州ロチェスターにいるフレデリック・ダグラスに会いに行った。そこでダグラスと自分の計画について議論し、フォーブスの批判について再考した。ブラウンは、その侵略する地域に立てる新しい州政府を作るための暫定憲法を書いた。次に、ピーター・ボロとボストンに行って、秘密の6人と事態を話し合った。6人に当てた、ブラウンの手紙の中で、 兵を集めるとともに武器を持って南部に行き、カンザスの仕事を行うという計画を示していた。ブラウンと息子の応援を含む12名の追随者は、オンタリオ州チャタムに行き、そこで5月8日に憲法会議を召集した。会議は、マーティン・デラニー博士の協力で行われた。チャタムの住人6000人のうち3分の1は、逃亡奴隷であった。 会議では34名の黒人と12名の白人を集め、ブラウンの暫定憲法を採択した。デラニーによれば、会議の間ブラウンはカナダではなくカンザスを地下鉄道の目的地にする計画に注意を促していた。これは地下の逃げ道であった。ブラウンは、ハーパーズフェリー襲撃について言及も匂わせもしていなかった。しかしデラニーの受けた印象は、 完全に信用できないというものだった。1858年までにブラウンはもはやカンザスの方向を向いておらず、その対象は完全にバージニアであった。チャタムの会合で得られた他の証拠はブラウンが南部に行くことを話したと暗示させるものであった。ブラウンは1840年代遅くから長い間、地下の逃げ道という言葉を使っており、その後にデラニーが、 ブラウンの言葉を合成してしまった可能性がある。とにかく、ブラウンが総司令官に選ばれ、ジョン・ヘンリー・カギを戦争長官に指名した。リチャード・レルフが国務長官に指名された。黒人の牧師・エルダー・モンローは、他の者が選ばれるまで大統領ということになった。A.M. チャップマンが副大統領で、デラニーは外務長官となった。この時か、あるいはその少し後で、 アメリカ合衆国における奴隷住民の宣言が書かれた。大議員のほとんど全部が憲法に署名したが、ブラウンの軍隊に加わるものはほとんどいなかった。その後の襲撃計画を狂わせる機密漏洩が、ブラウンと多くのカナダの指導者との連絡を取れなくなる隙間を生んでしまったために、 どれだけ多くのカナダにいる離脱者が実際にブラウンたちに加わろうとしたか今でも明らかではない。この危機はブラウンの傭兵だったフォーブスがマサチューセッツ州上院議員のヘンリー・ウィルソンたちに秘密を明かそうとしたことから起こった。秘密の6人は自分たちの名前が公になることを恐れた。ハウとヒギンソンはブラウンの進行を遅らせないことを望み、パーカー、 スターンズ、スミス及びサンボーンは延期を主張した。スターンズとスミスが大口の出資者であったので、その発言に重みがあった。フォーブスを厄介払いし、その主張を無効にするためにブラウンは6月にカンザスへ戻り、そこに6ヶ月間泊まった。そこでブラウンはミズーリ州への襲撃隊を率いたジェームズ・モンゴメリーの部隊に加わった。12月20日。 ブラウンは自分で襲撃隊を引き、11人の奴隷を解放し、2人の白人を捕らえ、馬や馬車を盗んだ。1859年1月20日、ブラウンは解放した11人の黒人を連れて、デトロイトまでの長い旅に出て、その後戦でカナダに渡った。次の数ヶ月間、ブラウンは再び、オハヨ、ニューヨーク、コネチカットを呼び、マサチューセッツを旅し、 自分たちへの支援を集めた。5月9日、マサチューセッツ州コンコードで講演を行った。出席者の中には、ブロンソン・オールコット、ロックエル・ホーワー、エマーソン及びソローがいた。ブラウンは秘密の6人とも接触した。6月、ブラウンは、ノース・エルバの家族を最後に訪れ、ハーパーズ・フェリーに向かった。 ジョン・ブラウントリデを襲うアメリカ海兵隊。ハーパーズ・ウィークリーのサシエ・ブラウンは1859年7月3日にハーパーズ・フェリーに到着した。数日後アイザック・スミスの名前でメリーランド州近くの農家を借りた。その後は舞台の到着を待った。期待した人数は集まらなかった。8月遅く、ブラウンはペンシルベニア州チェンバーズバーグでダグラスと会い。 ハーパーズフェリー襲撃の計画を明かした。ダグラスは厳しい器具の念を表明し、作戦に加わってほしいというブラウンの要請を断った。ダグラスは1859年の早くからブラウンの計画を実際に知っており、計画に加わろうとする黒人たちを遺留することが多かった。9月遅く950本の槍がチャールズ・ブレアから届いた。 鍵の草案は1個、旅団4500名を想定していたが、ブラウンの下にはわずか21名しかいなかった。年齢は21歳から49歳だった。この中の12名は、カンザスにおける、ブラウンの襲撃に加わった経験があった。10月16日、ブラウンは3名を5爪に残し、19名で、ハーパーズフェリー武器庫の攻撃に向かった。舞台には、 北部の奴隷制度廃止協会から200丁の元米式シャープカービン銃と槍が準備されていた。武器庫は大きな複合的な建物であり、10万丁のマスケット銃やライフル銃が貯蔵されており、ブラウンはこれを確保して地元の奴隷の武装に使おうと考えていた。その後で南方に向かって、 プランテーションの奴隷をできるだけ多く取り込み、戦うときは防衛のためだけにしようとしていた。フレデリック・ダグラスやブラウンの家族が証言しているように、ブラウンの戦略は、基本的にバージニアの奴隷を減らし、奴隷制を一つの軍から次の軍へと壊していき、それが南部中に広がるというものであり、基本は奴隷制度用五州の経済能力を破壊し尽くすことだった。 自己防衛と運動の進展のためには、暴力が付き物であったが、ブラウンが期待するところは、流血沙汰をできるだけ避けて、最小限に止め、奴隷の反乱を生じさせないことだった。もちろん南部の観点からすれば、奴隷を武装させることは、絶対的な脅威であった。当初、攻撃はうまくいった。何の抵抗もなく、街に入った。テレグラフのワンヤを切り、 一人の主衛しかいなかった武器庫を占領した。次に、金剛の農家から捕虜をかき集めた。中には、ジョージ・ワシントンのいとこいの子にあたるルイス・ワシントン大佐もいた。地元の奴隷たちには、その解放が間近にあるという知らせを流した。ボルティモアンド・オハイオ鉄道の東行き列車が町に接近した時に、事態は悪い方に進み始めた。 列車の手荷物係が乗客に警告を伝えようとした。ブラウンの部下が大声でその手荷物係に止めるように叫び、続いて発砲した。手荷物係のヘイワード・シェファードはジョン・ブラウンの奴隷制に対する戦争で最初の犠牲者になった。皮肉なことに、シェファードは自由黒人男性であった。シェファードを撃った後でいくつかの理由もあり、ブラウンは 列車の進行を許した。襲撃の知らせはその朝遅くに、ワシントン市まで届いた。そうしているうちに、土地の農夫、商店主及び民兵が、町の背後の高台から銃撃を始めて、武器庫の襲撃部隊を釘付けにした。土地の者の何人かが、ブラウンの配下の者に撃たれた。正午頃、民兵の一個中隊が橋を確保し、唯一の闘争路を塞いだ。 ブラウンは捕虜と部下を武器庫の入り口にある小さなレンガ作りの建物である消防車庫に移動させた。扉や窓を塞ぎ、レンガの壁に銃眼を奪った。取り囲む部隊が車庫に一斉射撃を行うと中の部隊も時には激しく反撃した。ブラウンは息子アトソンともう一人の支持者に白旗を持たせて外に出て行かせたが、怒れる群衆は二人を撃った。 完結的な射撃が続き、ブラウンの息子オリバーが負傷した。オリバーは父親に自分を殺して、痛みを終わらせてくれとこうたが、ブラウンは、お前が死ななければならないなら、男らしく、死ねと言った。数分後にオリバーは死んだ。この光線は1日中続いた。扉が壊される、直前の砦出内部のイラスト10月18日の朝までに、 アメリカ陸軍のロバート・イーリー中佐の指揮で、アメリカ海兵隊1個中隊が機械室を取り囲んだ。若い陸軍中尉 J.E.B. スチュワートが白旗を持って近づき、降伏すれば命を助けると襲撃者たちに伝えた。ブラウンは、ダメだ。ここで死ぬ方がいいと言って拒んだ。スチュワートは続いて後方に合図を送った。海兵隊は、 大土と庭か作くりの土を使って、車庫の扉を壊した。いずれあるグリーン注意がブラウンを角に追い詰め数回、殴って頭に怪我をさせた。3分間で、ブラウンと残っていたものが捕まえられた。ブラウン部隊は4人を殺し9人を負傷させた。ブラウンの配下は、息子のワトソンとオリバーを含み10名が殺された。息子のオーンを含む5人が脱出し、7名が、 ブラウンと共に捕まえられた。ブラウンたち捕虜は武器庫の事務所に拘束された。10月18日、バージニア州知事、ヘンリー・エイ・ワイズ、州上院議員ジェームズ・ m メイソン及び、オハイオ州の下院議員、クレメント・バランディアムが、ハーパーズ・フェリーに到着した。メイソンはブラウンを3時間にわたって尋問した。この攻撃は、連邦政府の財産の中で起こったが、ワイズは、 バージニアで裁判にかけることを命じた。医者がブラウンを診察して後半に耐えられると宣言し、後半は10月27日に始まった。ブラウンの罪状は4人の白人と1人の黒人の殺害、奴隷に対する反乱の強さ、及びバージニア州に対する反逆罪であった。ジョージ・ホイトを含む弁護団がブラウンに付けられたが、10月31日に、 最終弁論を行ったのは、ハイラム・グリスウルドであった。グリスウルドは、ブラウンが忠誠心を負わない、バージニア州に対する、反逆罪では無罪である。ブラウンは、自分では誰も殺していない。また襲撃の失敗はブラウンが奴隷をそそのかした、わけではないことを示していると弁護した。アンドリュー・ハンターが、検察側の最終反論を行った。11月2日。 一週間の後半と45分間の表記の後で、チャールズタウン裁判所はブラウンは三つの罪状すべてに有罪と判決を下した。ブラウンは12月2日に公衆の面前で公主刑に処せられることになった。この判決に反応したエマー・アッソンは、ジョン・ブラウンは公主代を十字架のように栄光あるものにすると述べた。 フランシス・ H ・スミス将軍とトマス・ J ・ジャクソン少佐の指揮でバージニア士官学校の士官候補生がブラウンの支持者が救出に来た時のために護衛に着くことになった。私が認めるやり方、また公平に正しかったと認めるやり方で私が干渉をしたのならば、止めるもの、権力のあるもの、知性のあるもの、いわゆる偉人のために、あるいはその友人、父親、母親、 兄弟姉妹、妻や子供などのために、私が干渉をし、苦しみ、この干渉をしたことで得たことを犠牲にするならば、それは、すべて結構なことだ。この法廷にいる、あらゆるものが罰よりも報償に値すると思う、ことだろう。この法廷は、私が想像するところでは、神の法の正当性を認めている。私は聖書。 少なくとも新約聖書と思われるこのステップにした本を見ている。これは、あの男たちが私にすべきことは何でも、私が彼らにそのようにすべきと教えている。さらに、縛られているものはそのものを縛ってもいることを覚えておけと教えている。私はあえてこの教えに従って行動した。私は未だに若すぎて、神がエコヒーキする人であることを理解できない。 私がした干渉ということは、神が嫌う、貧乏のために、私がしたと常に自由に認めることと、同じく間違ってはおらず、いや正しかったと信じている。さて、正義の目指すところを増長させるために、私の命を奪うことが必要ならば、また私の血と、私の子供の血を混ぜ、さらに邪悪で残酷で不正な法制の下でその権利が、軽視されている。 この奴隷の国の何百万という血を混ぜることが必要と考えられるならば、私は従おう。実行していただきましょう。有罪判決後に法廷で行われたジョン・ブラウンの発言の抜粋。ジョン・ブラウンの最後の言葉、1859年11月2日、ブラウンは監獄に入っている間に、書簡の往復を許された。ブラウンは監獄に何とか忍び込んできた。 カンザス時代以来の友人シラスソウルのブラウンを救出しようという申し出を断った。ブラウンは殉教者として死ぬ用意ができていると言ったので、シラスはそのままにした。さらに重要なことは、ブラウンの多くの手紙が高い調子の精神性と信念を発しており、北部の新聞で取り上げられた時は、北部の支持者の数を増やす一方で南部の多くのものを激高させた。 ブラウンは囚人であったかもしれないが、1859年の最後の四半期は疑いもなく国民の話題の的になった。12月1日、ブラウンの妻が最後の食事を共にした。彼女は最後の夜を共に過ごす許可は拒み、試練を前にしてブラウンが取り乱したりしないように配慮した。ビクトル・ユーゴは、そのガンジーの亡命地から、 ジョン・ブラウンに対する恩赦を得ようと試みた。融合は公開の手紙を送り、大西洋の両側で新聞に載った。1859年12月2日にオートビーユ、ハウスで書かれた、この文章では内戦の可能性を警告した。政治的に言えば、ジョン・ブラウンの殺人は修正できない罪である。これは長い目で見れば、 場所を変えていたであろう影に隠れていた傷を集合させてしまった。ブラウンの苦悩は多分バージニアの奴隷制を強固にしたかもしれないがアメリカの民主主義全体を揺り動かしたことも確実であろう。あなたはその恥を抑えてその栄光を殺している。道徳的に言えば自由そのものだけで奴隷解放を暗殺したと見るあの日に正義と不正の概念そのものが 闇の中に姿を消したことが、おのずと消えていく人間らしい光の一部のように思える。アメリカにこのことを知らせ熟考させたい。アベルを殺したカイによりも、また、スパルタクスを殺したワシントンよりも驚かせる何かがあることを。処刑に向かう途中で奴隷の女性と子供に数形される、ジョン・ブラウン。カイが12月2日の朝、ブラウンは聖書を読み。 妻への最後の手紙を書いて、遺言を伝えた。午前11時、2000名の兵士に付き添われて出た。その兵士の中には、後の南軍将軍ストーンウォール、ジャクソンや、ジョン・ウィルクス・ブースがいて、処刑に立ち会えるように民兵の制服を借りてきていた。一説によると、裁判にて死刑が確定した後、ジョン・ブラウンを、牢屋から救い出す計画が彼に伝えられた。しかし、 ジョン・ブラウンは自身が死んだ方が自由のために有益であると言ったとされる。ブラウンには保安官とその助手が同行したが、奴隷制度を擁護する牧師の奉仕をブラウンが必要に拒んだために牧師がいなかった。その地域は実際に興奮状態で固まっており、ジャーナリストを含む北部の人間は追い払われ、ブラウンを訪れようとする反奴隷制度側の牧師がいたとしても、 とてもその安全は保証されない状態であった。北部の牧師との文通で力を引き出されたかのように、ブラウンは、監獄の中でも、処刑台でも、宗教的な報酬を受けない方を選んだ。ブラウンは11時15分に処刑され、11時50分に、その死が宣告された。ブラウンの遺骸は、首に締め縄をつけたまま安物の木製筆に放り込まれた。 南部人の部別の心の最終形であった。ジョン・ブラウンはその死の日に次のように書き残した。私、ジョン・ブラウンはこの罪深い土地の犯罪は流血なくして、清められることはないと確信しています。私は、今思うに、多くの血を流さなかったことで、虚しく、自分を褒めております大衆の中の神話によれば、奴隷の女性とその幼い息子が群衆の端っこから、 見物していたブラウンがその前を通り過ぎる時に立ち止まって赤ん坊の額に切吻したと言われている。1864年、ブラウンの妻安と生き残っていた息子たち数人がカリフォルニア州レッドブラフに移住した。その西方への旅の途上で南部の過激派が一家のことを聞き及んで襲おうとしたが、ブラウン家の者たちはうまくその手から逃れることができた。 ノースエルバのジョン・ブラウンの墓ジョン・ブラウンの遺骸は、ニューヨーク州、ノースエルバにあるジョン・ブラウン農場に埋葬された。レイクプラシッドの南で、サラナック湖の近くである。ブラウンの側には息子たち、オリバー・ブラウンとワトソン・ブラウンも埋葬された。ジョン・ブラウン大尉の墓石はその孫のジョン・ブラウンの墓の上にある。1859年12月14日、アメリカ合衆国上院は、 超党派の委員会を指名して、ハーパーズフェリー襲撃事件を調査し、武器、弾薬あるいは金を貢いだ市民がいるかを特定させた。民主党は、襲撃に、共和党員が加担していたとほのめかそうとした。共和党は、ブラウンや、その行動と、自分たちとを切り離そうとした。上院委員会は生き残った、奴隷制度廃止運動家の一人、ライアム・ドッドソンを含め、 32名の証人から証言を聞いた。委員長はバージニアの奴隷制度擁護派であるジェームズ・エム・メイソンであったが、その書いた報告書が1860年6月に出版された。陰謀の直接証拠はなかったが、襲撃は共和党の原理から生じたと示唆していた。共和党の二人の委員が少数意見の報告書を出版したが、 ブラウンの行動の性格を明らかにするというよりも、明らかに北部の責任を否定することに関心が置かれていた。1860年大統領選挙の共和党候補、イリノイ州のエイブラハムリンカーンは、処刑されたばかりのブラウンを妄想に疲れた狂信者と、呼ぶ等の見解を繰り返すだけだった。ジョン・ブラウンの最後、トーマス・ホーベンデン・ハーパーズ・フェリー襲撃は一般に、 国全体を南北戦争に向かわせた点で大きな要因となった。南部の奴隷所有者は当初何百人もの奴隷制度廃止運動家が関わったという報告を聞いてその余波が小さかったことに安心した。しかし彼らは他の奴隷制度廃止運動家がブラウンを真似て奴隷の反乱を指導しようとすることを恐れた。それゆえに南部は老朽化した。 民兵制度を再構築した。これらの民兵は1861年までに基礎のしっかりした形になり、そのまま南軍として戦争に対する備えが出来上がった。南部の民主党員は奴隷制度廃止論と密接な共和党の政策考慮があり、それがブラウンの襲撃を必然的にもたらしたと非難した。1860年11月の大統領選挙が、 近づくと、共和党のジョン・ブラウンに対する、政治的また論説的対応は、できるだけ、ジョン・ブラウンから距離を置くようにし、襲撃を避難し、ブラウンを非常識な共振者として排斥した。ある歴史家が説明するように、ブラウンは、政治の世界を二極化させた。ブラウンの襲撃は鮮やかに成功した。ためらいがちでもろかった野党、共和党連合にくさびを打ち込み、 間もなく民主党とが主衆国との間を引き裂くことになる派閥的に極化を強めることに貢献した。北部の数千の奴隷制度廃止運動家はブラウンを国の罪のために犠牲となった殉教者と見ていた。襲撃の後すぐにウィリアム・ロイド・ガリソンはリベレーター紙のコラムの中でブラウンの襲撃は全彼と思ってなされたが、 悲しくも誤り導かれたものであり、そやで無益な試みと評価した。ガリソンとその周囲は、北部や南部の新聞でブラウンを中傷する者から、ブラウンの性格を防衛したが、アメリカ独立戦争の原理を支持した者は、ブラウンの襲撃を一貫して、避難はできないと主張した。南北戦争の勃発後、ジョン・ブラウンの殉教者としての位置づけが確立された。 北軍の兵士は、ジョン・ブラウンの体を歌いながら、戦闘に進んだ。1859年12月22日、ジョン・グリーン・リーフ・ホイッティアは、オサワトミーのブラウンという、ブラウンを褒めたたえる詩を、出版した。南北戦争が終わった後で、黒人の指導者、フレデリック・ダグラスは次のように書き記した。ジョン・ブラウンは失敗したのかジョン・ブラウンは、 アメリカの奴隷制を終わらせる戦争をはじめ、この自由の共和国を作った。彼の自由を求める熱意は、私のものよりも、絶対的に優れている。私のものなどか、細い明かりに過ぎない。彼の熱意は燃える太陽であった。私は、奴隷のために生きることができる。ジョン・ブラウンは、彼のために、死ぬことができた、南北戦争後に描かれた。 南部連合大統領ジェファーソン・デイビスの風刺画の一つ。ジョン・ブラウンはデイビスに立ち向かうために墓から蘇って彼を避難している。デイビスはドレスとボンネットをかぶって酸っぱいリンゴを持ち、下では黒人の男女が陽気に浮かれている。疑いもなく、アメリカ合衆国は元奴隷の側と距離を置き、南部の中堅の掟手には、 うんざりしていたが、レコンストラクションの終焉と並行して、ブラウンに対する見解は小さくなっていった。1880年代、ブラウンを抽象する者は、そのうちの何人かの同時大臣は熱心な、奴隷制度廃止論に当惑するようになっていたが、悪意に満ちた論評を行うようになり、特に1856年のポタワトミーの殺人を強調していた。 他の知識人はブラウンを恐るべき、無政府主義者の先駆けとみなし、同時代の学者はしばしばその時代のテロリストと比較した。1910年に書かれたオズワルド・ガリソン・ビラードのブラウン連記では、ビラードがウィリアム・ガリソンの孫であるだけに有効的と考えられるが、反ブラウンの火に油を注ぐかのようにブラウンを殺人者として批判してもいる。 ビラード自身は平和主義者でブラウンを多くの点で称賛していたが事実についての彼の解釈は後の反ブラウン派作家の考え方を与えた。20世紀半ばまでに多くの学者はジョン・ブラウンが狂信者で殺人者であることは認めたがアフリカ系アメリカ人の中にはブラウンを積極的に評価し続ける者がいる。20世紀半ばであっても南部の者には ブラウンの名前を不敬の代名詞のように使い、呪いの言葉としてその名前を使う者がいた。最近の電気作者の意見は変わり続けている。21世紀の初めにもいくつかのブラウンに関する作品が出版されたが、ブラウンに対する敵意からは離れた方向に来ている。トレド、ピーターソン、デカロ・レーノルズ及びカートンは少なくとも積極的な評価であり、 以前のブラウンは、狂人という学派や、それより、後のブラウンは、テロリストの原型とする学派とは一線を画している。ブルース・オールズの敵対的な小説ですらは木に置かれて、ラッセル・バンクスの肯定的小説のブラウン像に、賛同する立場となっている。もちろん、黒人の W.E.B. デュボイス、ベンジャミン・クワールズ及びレロン・ベネット・ジュニアといった。 学者たちによって長い間主張された肯定的考え方の方向に白人の歴史家たちの作品も動いているという点に関連しているに過ぎないということは言うまでもない。ブラウンの電気作者研究者の大勢的な見解は肯定的なものであるが、その批判者は少数の例外を除いて二次資料に頼っており、当初の研究よりも 地域やイデオロギー的偏見にもたれかかっているということも注目すべきである。学術的な著書やジャーナリズムではあまり研究の行き届かない高度に解説的なブラウンに関する見解が行き渡っていることは不幸なことである。電気作者のルイス・デカロ・ジュニアが最近表したものでは学会でもメディアでもブラウンに関して公平さという合意がないとしている。 1970年代の洞察力あるブラウンの電気作者で資料編集者であるアルバート・フリードの著書では、ブラウンを非機能的な人物とする歴史家は、その不法行為、歴史の事件に関する判断、重要なものと過激派の対局に来るものとの識別について、私に教えてくれていると結論付けた。現代の作家の中にはブラウンをティモシー・マクベイや、 ウサーマ・ビンダーディン風に描く傾向があるが、フリードが一世代前に議論した、同じ偏見を反映したものである。デカロも、同様に、作家が、研究しない自由を取っているとこぼし、20世紀だけでも、悪意あるブラウンの描き方が多かったので、歴史叙述という名前の誇張や、皮肉の長談儀を作り上げてきたと締めくくった。このことは、 多くの学者肌の電気作者の結論とブラウンについて、限られた知識しかない作者のものと、あるいは、奴隷制度廃止運動家の伝統に対する、ことわざの、思惑と比べてみれば観察できる。1850年代遅くに、新しいタイプの政治的暗殺者がアメリカに現れた。彼は、力あるものを殺さなかった、しかし不明瞭なものを殺した。 彼の目的は彼よりも前の古典的な先人と同じだった。恐怖を与えることによって国民に新しい政治的様式を強いることだった。ブラウンの肖像を映画化したものとして二つのものが有名だが、どちらも俳優のレーモンド・マッセイによって演じられた。1940年の映画、監察サ兵隊は、エロ・オルフリンとオリビア・デ・ハビランド及び、ロナルド・レーガンという配役で、 ブラウンは徹底した極悪の狂人として冷たく描かれている。マッセイは常に無謀な業し方でブラウンの役を演じて印象を残した。この映画は無意識にアフリカ系アメリカ人の奴隷性に反対していないという印象を与え、さらには役柄の黒人マミーに激しい戦闘の後でブラウンさんは私たちに自由を約束したけど、 これが自由なら、これっぽっちも欲しくないと言わせさえした。マッセイは、もう一度、あまり知られていない、低予算の映画、七匹の無法者でもブラウンを演じた。この映画ではブラウンが疑いなく主役であるだけでなく、もっと自精神があるように演じられ、同情的な、ものであった。レーモンド・マッセイは、ブロードウェイでもブラウンの役を演じた。1953年に、 ステファン・ヴィンセント・ベネットの女子誌、ジョン・ブラウンの体を劇的に朗読して、喝采を浴びたものだが、マッセイが読んだ三つの役柄の一つがブラウンだった。タイロン・パワーとジュディス・アンダーソンも、この企画に参加した。ベネットはその女子誌第一巻で、ブラウンのことを、実際の壁を粉々に打ち砕き現実の姿を、変えていく意と呼んだ。ありがとうございます。